ドラマ、まっちゃんねの、まつす、こんばんは、と言いたいところだけど、忘れ物したんで撮ってきます。皆さん、歯磨きは生活習慣として入っているものだと思うんですけども、私は歯ブラシは、こちら電動ブラシを使わせていただいているんですね。てか私正直言って電動磨きの磨き方がよくわかっていなくって、手を動かすべきなのか、それとも電動に身を任せていいのか、それもわからず、動かしているものに対してもっと動かすっていうことをしちゃっている私なんですけども、でもできれば歯ブラシを持ちたくない。そんな方っていません？私は基本鏡に立ちながら携帯を持つっていう歯磨きの仕方をしてるんですけども、もう両手空いてしまえばこうやってやれるわけですよ。なので本日は見つけてまいりました。こちらとりあえず開けないとわからない。ご観覧中の皆様にご報告いたします。本動画は彼女は歯磨きの動画だと思って撮影しておりますが、この通りパッケージには書いております。気づくのが遅くなってしまったこと、大変申し訳ございません。それでは動画をお楽しみください。高そう。ホワイトニングだ。おいおいおい、歯ブラシだと思ったらホワイトニングだった。今初めて言った。ホワイ使い方編に行く。はい、てなわけでですね、こちらでめっちゃ歯ブラシだと思って買ったような、見てやん。めっちゃなんかもうもじゃもじゃっこがいっぱいついてる。一応充電は終わっているので、あともうやるだけなんですけど、マジで英語すぎて使い方わかんないんで、一旦翻訳翻訳したいと思います。でも普段使ってるホワイトニングこれスーパーホワイトのこのホワイトニングをずっと使ってるんですけど、コンパクトさ違うもんね。手を振って左右に歯に触れて最高頻度は65回です。歯のクリーニングプロセス45秒でブレース。とりあえずそれ専用のホワイトニングがあるので、今日はこれを使ってやってきます。え、じゃあ一旦使ってきます。入らない。え、これめっちゃ気持ち悪いねんけど、なんかもうなんかもじゃもじゃがすごい歯に当たって、歯茎に当たってすげえ気持ち悪いんだけど、え、もうなんかこれ嫌なんだけど、しかも無音だし、なんかちょっと重たいし、前の方すげえ重たいから重力負けしそうだし、なんか寝はねってこういうことなのかもしれね。 TikTok 見よ。まずチャンネル。一旦終わったんですけど、終わったのかな。なんか全ステップやってみたけど、多分1回目はノーマルホワイトニングで、2回目はなんか多分歯磨きもしてくれるホワイトニング2、3、4ぐらい、そんな感じだと思うんですけど、マジで美容室短い、45秒ぐらいで終わっちゃうから、まあ寝は寝だなっていう感じがすごい感じましたね。ホワイトニングはやっぱりそういうちゃんとホワイトニング専用の機械だったりとか、場所に行ってもらったりとかした方がいいのかなと思いました。これはちょっともう謎ですけど、ちゃんと壊れるまで使いたいと思います。はい、それではですね、ネバネバだなと思いましたら、いいね、コメント、チャンネル登録もお待ちしてますので、お願いします。以上、まっちゃんでした。また明日。